僕は立体2歳3ヶ月。今日は僕の一日をお届けします。おはようございます。大きな伸びをしながらパパが作るバナナスムージーを待ちます。ついでもらいます。朝ごはん。おひげができました。ボンヌがやってきました。これは食べられないらしい。ゴミを見つけました。テレビタイム。最近は恐竜にもハマっております。水分補給。こぼしてしまって泣きます。気を取り直してママのパスタを奪いに行きます。早くくれのジャンプ。 僕が食べてるところをドアップでお届け。通ってるんですかお絵かきしていきます。こちらを使っていきます。優しくスタンプしていきます。よし、いい感じ。電車で遊んで、バーバーとテレビ電話します。お昼ご飯はグラタンをリクエストしました。<laughs> ふうふう。していただきます。ばあばとテレビ電話しながら食べました。ばあばどうぞ。馬でした。お着替えします。 ねお昼寝の時間になったので寝室に行きますサメにギュあっという間に夢の中へおやすみなさいぐっすり寝ておきました僕が寝ぼけてる間ママが夜ご飯作ります今日は煮込みハンバーグらしい大好きな救急車付き気になりますあち,ょあちょいねまだ夜ご飯ですまずはコーンスープーー手を拭いてのポーズハンバーグもいただきます うしゃみ出た気を取り直してゆっくり食べましたボンヌが甘えてきたけど僕は気づきませんでした夜もまだまだ遊びます楽しい謎の遊びにはまってしまいました大量に持って行って投げ落としますテンションマックスパパが帰ってきました唐揚げ見つけたから食べます腕まくり戻したいけど戻らんからママにやってもらった ありがとうやでー。今日のバスボールを選んでお風呂に入ります。これに決めたパリピクラゲでした。お風呂楽しいから出たくなくて、いつもこんな感じです。ケーキ来たママがチョコケーキ焼いてたのを見つけて、明日まで我慢できずちょっともらいます。パク、馬でした。パパにも食べさせてあげるね。ケーキ食べると幸せ感じるよね。歯磨きしまして、おやすみなさい。今日も楽しい一日でした。 僕はリッター2歳3ヶ月。今日はママの実家広島の旅をお届けします。朝から支度しまして、ボンヌにバイバイします。靴履いて、行ってきます。新大阪に着きました。新幹線見れるからホーム好き。乗りました。あれパパは乗らないのパパもバイバイ。お気に入りタオルで落ち着きます。1時間ちょっと乗るで。ちょっと暇になってきたので iPad のアプリで遊びます。お絵かきしたり、おもちゃの電話でもしもししたり、楽しんでたら急にやってきたスイマ。 ほんのちょっとだけ寝ました。揺れには加点。もうすぐで降りるよ。着いた。改札に向かいます。ばあばが待っていました。3ヶ月ぶりの再会です。バーバの車で移動。途中赤ちゃん本舗で必要なものだけ買いに行きました。トミカも必要だから買ってよね、ばあば。揺れにか天くでまたもや爆睡。ママの実家に着きました。ママのひな人形も飾ってありました。ひーばあばとも再会。ひーばあば次の日誕生日だったからお祝いしたよ。長生きしてね。 ケーキもいただきました。馬でした。ママの実家の猫、リボンを見つけました。見つけたのに見失ってしまいました。いないあれ瞬間移動してました。またしばらくよろしくね。バスボールを選んでお風呂に入ってくつろぎます。ばあばが作った夜ご飯をママといただきます。食後には大きなイチゴとマドレーヌまでいただきました。最高。牛乳で締めます。孫って至れり尽くせりでいいよね。食後はひたすら遊んでリボンと距離を縮めました。 今日も楽しい一日でした。僕はリッタンたん2歳3ヶ月。今日はママの実家広島の旅。バーバたちと遊びまくりの一日をお届けします。ママより先に起きてバーバの元へ。 リボンに手の匂いを嗅がせて挨拶します。ヒーバーバの部屋に行って挨拶します。朝ごはんいただきます。パンとパンをくっつけます。パンパク、バナナパク、リボン来た。最後まで美味しくいただきました。ホットミルクで落ち着きます。ちょっとだけ iPad タイム、with リボン。レアキャラのヒマも来た。ヒマは怖がりで人見知りなのであんまり出てこないのです。着替えてこれから遊ぶで。まずはアンパンマンのボール遊びをしてヒーバーバーに会いに行く。バーヒーバーの部屋までの短い道のりも僕にとっては冒険なのです。 リボンをボーヌと間違えちゃいました。リボンヒーバーバとの共同作業。リボンとまた距離を縮めて向こうの部屋に戻ります。と思ったけどヒーバーバも連れて行こう。ヒーバーバと遊ぶと2倍楽しいのです。ジちゃん、アンパンマン、ンン車で一人遊びした後は電車見せる男になりました。たたたクッキー食べながら電車タイム。アンパンマンのおもちゃを片付けて、お菓子欲しいアピール。でももらえんかった。 落ち込みます。すぐにお昼ご飯でした。あ食べた後はバンバンの宝物のマトリョーシカで遊ばせてもらいました。なかなか難しくて元通りにならん。なんか二つになっちゃう。やり直しだ。しだ諦めてみんなにお茶をあげました。僕も飲む。ゴクゴクゴク 最後にもう一回チャレンジしてみたけど、やっぱり二つになっちゃうのでした。またヒーバーバの部屋に行って、リボンとヒマに会いに行く。楽しい。リボンもヒマもとっても可愛いのです。ここでもマトりょシしかしました。またヒーバーバを連れて行きます。今度はこのブレスレットのおもちゃにはまって、ひたすら遊びました。足にも通るかな通った。抜けんくなった。バーバに助けてもらいました。<laughs> ヒーバーバの部屋でトップを分けて食べました。おいしい。うん。そしてまたヒーバーバーを連行します。でもさすがに疲れたのでお風呂に入った後お昼寝しました。起きたら夜ご飯夜ご飯いイヤイヤモードだったけど、なんとか食べて、食後のデザート。行きたおちね。馬でした。人夜ご飯の後はバーバーとマままごとで遊びました。そして最後にまたマトリョーシカ だいぶ上達しました今日も楽しい一日でしたあーあと